今日は真っ白いパーカーを着てます楽しみだ。今日はですね、あのラジオゲストがいらっしゃるので楽しみです。どんな回になってるのでしょうか。そう、ラジオね、実況なのでちょっとみんななんかちょっと意味わかんない感じになるかと思うんですけど、まあ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 、あの日向祭りというね番組ラジオやらせてもらってるんですけど、この番組このあと夜11時からNCT さんっていうケーブルテレビの方で放送されたりとか、 YouTube でBSN さんのね YouTube の方でアップされたりとか、何度も楽しめるような番組になっておりますので、まあリアルタイムくらいは実況で内容入ってこなくてもいいかなみたいなよくはないんですけど、よくはないんですけどリアルタイムはねみんなと一緒に生の感想を直リア私もリアルタイムで聞こうかなみたいなはい、うんうん、おラジオつけた。じゃあ私もちょっと、でもまだあと3分あるもんな。私多分ラジコちょっと遅れて聞こえてくるから、みんなと本当のリアルタイムではできないかもなんだけど、はい、タブレットとスマホ駆使します。よろしくお願いします。うんうん、二度楽しめて陽気陽気やね、陽気陽気ですね。あ、右耳ラジコ、左耳ラジコ、右耳ショールーム待機中です。ありがとう。 YouTube フォローして、あ、BSN さんの方ですかね。そう、個人の YouTube のチャンネルはないのであれなんですけど、はいありがとうございます。チャンネル登録してくださって、 Twitter のも、 Twitter のも、うん、こんばんは、こんばんは。これから BSN ラジオを実況生配信します。皆さん、ちょっとリアルタイムでいろんなところを聞いたり見たりとかしなくちゃいけないからちょっと大変かもなんですけど、よかったらぜひハッシュタグひなた祭り、すべてひらがなです、ひなた祭りでも、ツイートしてもらえたら楽しいかなと思います。今回はもう気楽ではない、あ、もう気楽ではないです。気楽さん の焼肉屋さんね、焼肉屋さんなんですけど、気楽さんにもね行った回も楽しかったですよ。あと1分、あと1分で始まる、キャーキャー、これどっちに繋がったの、あ、よかった、携帯の方繋がった。よし、ラジコつけるぞ。私コロナ禍になってからラジコめっちゃ使ってるんだよどうでもいい情報でした。あ、仕事終わりましたって、おお、お疲れ様。これから一緒にラジオ聞く楽しみって、嬉しい、ありがとうございます。今日は実況の方に専念するね。了解した、わかった。ショールーム見ながらツイッターつぶやくぞ。お、いいね、いい気合だ。ごちゃも聞いてるし便利です。そうね、ごちゃもね聞けるもんね。あと1分、あ、もう始まった人は始まったか、どうかな。お、始まる、始まりました。私はまだ始まってないカラムーチョ食べながら聞きます。なんでカラムーチョなの。忙しい、忙しいよねはい、私はちょっとまだ始まんないのでそわそわしてます。そわそわラジオ聞きたいって、ラジオ聞こう。ショールーム、ラジコ、ツイッター、忙しい。確かに私もツイッターも見ながら配信しますねラジコはちょっとラグあるよね。そうなんですよ、一つの端末じゃ無理。そうだよね、私も2端末使ってます、これとこれとお、始まった、始まったんじゃない。お、私の声が
する。私の声がする。あ、サラ優しい。え、ナナミンも嬉しい。ひなた祭り楽しみです。本当に聞いてくれてるのかしら。そうですね。私ラジオに話しかけちゃうタイプなんです。ラジオだけじゃないか。あのドラマも話しかけちゃう、すごく。自分の声聞くのってどんな感じ？自分の声あんま好きじゃないから全然嬉しくないです。気分上がんない。自宅でサウナ、サウナの話。でもサウナさ、ハマってる人多いよね。私は全然サウナハマってないんですけど。一つの端末なので CM の時にショールームに来ます。わかった、待ってるね。岩盤浴好きだな。岩盤浴はすごく好き。みんなのツイートも見ていくよ。ひなた祭り始まった。やっぱり実況配信はいいな。お、実況配信いい感じ。ひなた祭り始まった、始まりました。あ、私の疲労回復の話してる。そうなんですよね、私お風呂が好きなんですよね。今日もお風呂ためよう。今日の目標、湯船に浸かる。それで映画を見る。ラジオも聞きたいけどショールームも見たいんだけど。汗汗、ひなたさん寝るの好きなんだね。はい、私睡眠がないと、そう、全然動けないタイプで。そうなの。だからどんなに朝早くても絶対にその分早く寝ようと思ってます。そうなの。お酒飲むと寝ちゃうっていう話だ。耳が忙しい。耳忙しいね。映画は何見るの？映画は今日はNetflixの方でヤクザと家族が配信始まったので、それを見ようと思っています。もうね、30分くらいね、見たんだけどね。そう、もうちょっと見進めたいと思います。ひなた祭りのためにエリアフリーに入ったよ。嬉しい。ありがとう。同時処置大騒ぎ。タイタニック見た。タイタニックは金曜ロードショーではなくて普通にサブスクで見ました。以前、ちょっと前に。はい、日向だらけの番組となっております。ゴールデンウィークの話してる。4月中旬なのに、4月なのにゴールデンウィーク楽しかったって言ってて、くさー。未来予知できるんですね。どうやら未来予知できたようですわ。はい、未来の話してる。あ、名前の呼び方がひなたちゃんからひなたん。なんでナナミへのリプ。ゴールデンウィークはずっと仕事でしたってツイートある。大変だったね、お疲れ様。私はかなり良いゴールデンウィークを過ごさせていただきましたよ。お仕事も充実してたし、公演もできたし、あとはショールーム配信もね、結構やれたかなって感じです。あ、字が綺麗って褒められてる今。嬉しい、やった。字綺麗かな。でも字は、文字はあのね、5歳くらいの時からね、ひらがな書いてたかな。そう、幼稚園の時から人にお手紙書くのがすごく好きで、そう、字綺麗だねって、小学校の頃から褒められがちだった。イエーイ。そう、あとなんか習字とか課題があるじゃないですか。そう、それもね、お母さんが昔
習字やってたから、そうなんか教えてもらってやってました。ひなたの字めっちゃ好きって、嬉しい、ありがとう。あとなんか小学校の途中くらいに止め跳ねっていう漫画知ってますか？そう、書道部の漫画なんですけど、それにハマって字綺麗に書くのめっちゃハマってました。でもね、あのね、 NGT だと多分習字とか書道はノエピーが一番うまいと思う。うん、止め跳ね知ってる？止め跳ねドラマもありましたよね、それも見てた。あ、順序よろしく。そうです、今順序よろしく流れてる、いい曲だよね。コンクリの この声何歳、いくつの時、16歳とかの時のだもんね。いい曲だな、いい曲だよね、ノエピー上手だよねって。そう、ノエピー上手なの、順やらいいねって、いいでしょう。そう、なんか5月ということで、なんか爽やかめの曲をかけたかったので、せっかくなので順序よろしくをかけさせていただきました。ツイッターとショールームのコメントはちょっとハードすぎる。ソロパート好きなのって、ありがとう。いつじゃのゴールデンウィークに劇場で見たのが懐かしい。あ、ソロ公演かな、あ、違う、ファーストお披露目かな、なんか何回かやったんだよね。うんうんうん、曲は毎回ひなたんが選べるの？そうなんですよ、なんかひなたさんと私 NGT の曲と交互にかけさせてもらってるんですけど、そうだから、あの、ぜひこの曲聴きたいとかいうのがあったらぜひ教えてください。参考にしますね。実況楽しい、忙しくて楽しい、大変だよね。あ、来月はね、 NGT の新曲ね、確かに新曲流したいですね。そう、でもあのスタッフさん、マネージャーさんとお話ししてたんですけど、あの皆さんご存知の通り、日向祭りの収録ってその1ヶ月分まとめ撮りなんですよ。なので情報解禁先取りとかは多分なくて、はい、なので日向祭りは日向祭りのペースで、あの、楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。はい。暗闇求むがいい。あ、夏じゃない、6月とかね、ちょっとジメジメしちゃうからね、いいかもね。はい、確かにむずいねって。そうなの、7月過ぎの放送とかになるかな。そう、どうだろうね、まだね、あの新曲レコーディングとかまだ始まってないので、なんとも言えずって感じなんですけど、はい、お楽しみに。お、始まりましたね、メッセージ紹介です、今週は。まとめ撮りの弊害だねって、そうなの、嬉しくも悲しくもあり。あ、バンドやってる人のお話、この番組で昨日発表された NGT48 新曲はいつ頃流れるのだろうかっていうツイート見つけた。そうなのよね、本当に。メッセージ恥ずかしくて送ってません。嘘。多分最初の方めちゃめちゃ狙い目だよ。まとめ撮りだから、なんかいっぱい送ってくれた分だけ、その分だけそのまとめて見れるから、採用される率は高くなるんじゃないかなと思います、私。はい、お願いします。あ、ジュンヨルめっちゃ久しぶりに聞いたでしょ。あ、あおちゃんもツイートしてくれてる、日向祭り始まりましたよ、順序よろしく流れてる。嬉しい。あ、私サラダ記念日の話今回してるわ。そう、サラダ記念日がめっちゃ好きなんですよ。
ちょっと事故ってる、ここらへん。送ってみようって、ぜひ送ってください。お待ちしてますね。NGT は外れ曲ないから今回も期待しかない。楽しみにしててください。田原まちさん懐かしいってね、田原まちさん大好きなんですよ私。うん。なんかね、中学生の時の国語の時間にやって。そう、先生がその教科書に載ってるその有名な一節だけじゃなくて、一文だけじゃなくて、なんか全部を全編をプリントして配ってくれて、そう、なんかあれってちょっとストーリー性になってるんですよ。すごいキュンキュンして可愛いの。ツイートも見ていきますよ。日向記念日の発売待ってます。日向記念日、この味がいいねと言ったから。あ、たわひな先生として作詞してほしいです。ちょっと作詞は大丈夫かな。作詞はさ、やっぱメロディーとかあるから大変ですよ。大変大変。ラップとかできないから。ラップの才能あったらいいのにな。ひなたん詩集が好きなの。そうなんです。最近好きなあの詩人の方は、最近っていうかもうずっとなんですけど、最果てたひさんという方がおすすめです。ぜひ。自分の価値観なんだろうな、多分ここで話してなんだろうね、影響を与えたもの、映画、本、ドラマ、いっぱいあるもんな。文学的な香りって言われてるね。文学的な香りって言われてる。写真集の図書館の方で金子みすゞの詩集積んであったよね。ああ、そうですね。うんうん、積んであった。あと谷川俊太郎さんとかも。うん。はい、積んでます。積んでこう読んでました、写真集のカットで。小説も読みますか。小説も読みます。小説はあの隅の夜さんとかが好きです。あとは最近だと渚優さん、そう、去年の本屋大賞取った本なんですけど、めちゃ泣けるの。とってもとってもいい本だった。うん、ハイトクラブ共感。え、そうなの、面白いな番組って。いいね。新潟寒いん、僕半袖なんだ。あ、でも今日新潟外半袖の方いらっしゃいましたよ。私は今パーカー1枚で過ごしています。本屋で立ち見したりする。立ち見しちゃいます、しちゃいます、全然しちゃう、しちゃう。うん、刺繍とか探すときとかはまずちょっと読んじゃうもんね。今日あったかかったね。ね、今日あったかかった。黄砂すごいよね。あ、やっぱそうなんだ。うん、あ、今日サラダ記念日の話しかしないな、これきっと。マックは行きますか。マックも行きますよ、好きです、ポテト大好き。夕飯はサラダに決定。夕飯サラダ、ちょっとダイエット食だね。いいね、ダイエット感強いよ。明日はアイスの日だよ。お、明日はアイスの日か。アイス食べなきゃね。うん、コメントが文学的。嘘だ、全然そんなことないです、そんなことないです。本当に詩人になったの。全然詩人になってないです。
恋を語る詩人になれなくてサラダにはフレンチドレッシング、フレンチドレッシングあんまり好きじゃないです。どっちかというと和風ドレッシングとかごまドレとかが好きです。まあそもそもあんまりサラダ食べないかも。キャーキャー、あんまりサラダ食べないかも、キャー青じそドレッシング好き。あー、ほんと。サラダマヨネーズ派。おー、あ、メッセージ紹介終わりましたね。ぜひ番組にメッセージ送ってくださいね今夜のご飯はナスじゃね鮭ですよかったです、鮭美味しくいただいてください。オニオンドレッシング美味しい。あ、黒酢のオニオンドレッシングがめっちゃ好きで、それはあのすっごく買います。頑張って真面目なメッセージ送ります、よろしく頼んだなんか私の声聞いてると変な気分になるなんか変な感じしすぎて。今夜は焼肉です。おー、いいな。新潟に住んでないから CM も新鮮。お、本当に。ジョジョ園サラダが好き。ジョジョ園のサラダ、ジョジョ園であんま行ったことないっていうのと、焼肉屋であんまりサラダを食べないっていう。キャー、サラダ食べないなんて、キャー、いけないいけないあ、素敵なお返しあるから送らないと。ぜひ送ってください。素敵なお返しが何かは私まだ分かってないんです。皆さんのことなので、きっと本当に本当に素敵なお返しが来るんじゃないかなと思います。はい、ね、もう半分終わっちゃったよ、早ね。うんうん、さあ、毎週早いね。は、始まった、ピロコの部屋今度メッセージ送ろう、ぜひ送ってください後ろのさ、音楽さ、別撮りで撮ってるのやばくない？日向さんのお二人がかわいい、いいわね、いいわねピロンさんやばくない？じゃんじゃじゃんじゃん。あ、やばい。この、そうだ、この回やばいんだった。マネージャーさん、マネージャーさんの悪口言わせられてる。ピロさんナイス、ピロさんナイス。わかる。香水はね、一回でいいのよ。なんか絶対香水使ってるからさ。なんかほのかに香らしてほしいんだよね。どんな香水、その時あの時どんな香水だったかな。なんかちょっと甘めだったりとかすると、いっぱい振りかかってるとおでもこの間もあの結構びっくりしたんですけど、あの楽屋であの香水の香りしたから、え、いる？と思ったら、まさかの残りがで
残りがね存在感その場にいないのにもうびっくりしちゃった。はい、ここからゲストの桃川農園さんがいらして放送されています残りがやばいよね。だからもう多くて2プッシュもう軽くでいい本当に。もうあのなんなら足首とかでいいつけるのでも本当に出会った時からなんです。はい、だからみんなからも言ってあげてくださいぜひ、うん、ユンズルさんゲストさんのおかげでめちゃくちゃお昼の番組感あるアスパラ美味しい季節。アスパラいいよね。アスパラガス好きです、うん、多くなくていいよマネージャーさん俺は手首につけるよ。そうだね、手首ワンプッシュでいいな。ねえ、あんまりこするの良くないらしいですけど、もうパッパッ、もうここだけでいい。もう全然それだけで十分十分素敵な香りです青ちゃん大変ブロッコリーを、あーそうブロッコリーの話出てきた時に青ちゃんの頭顔が浮かんでいましたうん今回美味しい回だったんですよ。とっても食レポ来るよ。食レポ焼き芋プリン、そう焼き芋プリン、私は紅芋の焼き芋プリンをいただきました。ひゃープリン食べたいな、プリン食べたいな、それか焼き芋あのねこのあとねアイスもね、実は焼き芋アイスもあってそれもいただいちゃったんですよ。めちゃくちゃ美味しかった。食レポうまい、お嬉しい春香村にプリンツリーあるよ。でもプリンツリー実際に見たことないからちょっと信じがたいっていうか絹芋、高野さん絹芋食べてますね。パンに塗って食べたいな、あのプリン。お腹空いてきた、やばい。プリンツリー見たことある人教えてください。求めます、情報求めます。あのプリンツリー見たことがあるよって方はこちらまでお、ピロンさんは紫芋、ピロコさん、ピロコさんみんな食レポうまい、お、やったね。嬉しいね、映像が楽しみ、あ、嬉しい桃川の味よ、桃川の味チーズケーキみたいなプリンって気になる。そう、なんかすっごく濃厚だったの、ケーキみたいだった。すっごく芋感がね強くてね、すっごく美味しかった。で口に入れた瞬間の風味と、あの食べてる時のあの鼻に抜け方、香りだったりとか味が、あの全然違くてすごく美味しかったから、ぜひ食べてもらいたい。
村上市桃川はね、ちょっとね、山の方かな。お取り寄せしたい。お取り寄せしてください、ぜひ。滑らない一言。滑ってるんだな。ひどかったぜ。最後に滑ったというか滑らさ。出た。だってさ、ちょっとひどくない？今の振り方は。やっと最後に滑らない一言。一言。いいコメントです。ナイスフォロー。今日も絶好調。ありがとう。いいね。あー、もうあっという間に30分な。さすがに処理難しい。難しかったよ。難しかった。その言った後さ、収録の時さ、冷や汗かいてたもんね、普通に。個人的に好きだったって。わ、嬉しい、ありがとう。もうエンディングって。そうなんですよ、もうエンディング。この後は反省会に移動だ。はい、反省会の方も配信されますので、 BSN のホームページの方で、見てくださいね。詳しくはツイッターだったりインスタグラムで、ひなた祭りの公式アカウントありますので、ぜひ見てください。エンディングトークしてますわ。反省会行きですね。そうですね、反省会行き案件かもです。そう、今回ゲストで来てくださった佐藤ゆずるさん、ゆんずるさんはぜひNCT の方のテレビ映像としてちょっと見てもらいたい方で、ぜひNCT コネクトの方で見てください。よろしくお願いします。見てあげてください。ゆんずるくんとっても可愛いので、はい。ぜひぜひよろしくお願いします。強めなキャラのオンパレードだな。そうなんですよ。でもね、そのね、強めなキャラの感じも NCT コネクト、 NCT さんでもっと伝わるんじゃないかなと思うので。お願いします。実況のおかげでいつも以上にあっという間やった。本当？よかった。今度メッセージ送ってみます。ありがとうございます。くしゃみしちゃった。映像でより伝わるのかって。そうなんです、はい。くしゃみ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで本日のひなた祭りの実況おしまいです。ひなた祭り終わりました。皆さんどうでしたか？楽しさ2倍だったよ。よかった。ありがとう。大丈夫です。大丈夫です。面白かったです。よかった。一緒に聞けてよかった。私もすごく楽しかったです。ありがとうございます。面白かったよ。ちょっと私がその放送中いっぱい喋っちゃったので、じっくり聞けなかったとは思うんですけど、それは YouTube なり NCT さんなりいろいろ各自でもう一度この番組楽しんでいただけたらいいなと思います。たくさんねツイートの方をしてくださったりしてありがとうございます。今日はタブレットがあったから二刀流できた。よかった。ちょっと見てみましょうかね、ツイートの方もね。今日もよかった。今週も終わっちゃった。来週が早起きてほしい。今週もあっという間でした。映像でチェックしなきゃ。チェックしてね。
あ、今日も楽しいラジオありがとう。面白すぎて時間の経過やばい。ありがとう。もう終わっちゃう。はい、そうなんです。日向祭りウォッチング楽しみにしてます。動画が楽しみです。焼き芋3兄弟食べたい。あの日向さん の, あの新しく出されたアルバムの中に焼き芋の曲がねあるらしいので、そちらのアルバムの方もよかったらチェックしてみてください。反省会アップされた。わ、じゃあ反省会みんな見なきゃ。ちょっと今日は反省点がある回なので、どんな反省会してたかちょっと忘れちゃったけど見てくださいぜひ。はーい、というわけで楽しかったですかね、楽しめましたかね。皆さんリボーン、あ、そう、日向さんのニューアルバムリボーン、よかったら聞いてください。あとね、 NGT はね6月23日にニューシングルリリースも決定しましたので、そちらの方も楽しみにしててください。毎週楽しいです。よかった、ありがとう。毎週土曜日18時から日向祭り、これからもどんどん面白くしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。申し込んだよって、ありがとう。あ、こんばんはって、もう実況終わってしまった。そうなのよ、楽しみがいっぱいだな、ありがとうね。そう、ニューシングルのね話になっちゃうんですけど、おしゃべり会、オンラインおしゃべり会の予約受付申し込みがもうすでに始まっておりますので、よかったら、はい、私とオンラインでお話ししましょう。日程ね、今回に結構いろいろありますよ。お、やっとお仕事終わった、お疲れ様、あとで日向祭り聞いてね。ね、メモしたんだよな。6月の26日27日、あと7月の4日、7月の4日と17日、24日26日、あと8月もあります。8月は6、21、22、9月は4日と6日と25日と、平日もあったり休日も土日もあったりとかするので、皆さんご都合がよかったらぜひよろしくお願いします。そう、今回メンバーがね2つに分かれているので、メンバーによって日程が開催日が違うので、私は、A チームというチームに分類されています。はい、なのでお間違いのないようにお申し込みくださいね、よろしくお願いします。えんちゃんさん、ありがとうございます。くハートもたくさんありがとうございます。まあまあ買いますよ。うん、うほうほう、よろしくね。はい、お、藤本神社行って村上だ、見事ね。番組のテーマ曲の作詞ぜひ、作詞挑戦する。 A チームやね、 A チームやね。喋ろうね、喋りましょうね、たくさんお話ししたい、ぜひお話ししましょう。そう、なんか日向祭りがね始まってからおしゃべり会の機会がないので、こう SNS だったりメールの返信ではね結構みんなからこうたくさん感想をいただけてとってもとっても嬉しいんですけど、ぜひ直接ねその感想も聞けたりしたらいいなみたいな、はい、気持ちです。ぜひよろしくお願いします。話したくて話したくて震える。あ、その震えを抑えてください、6月まで。はい、というわけでそんな感じかな。はい、今週も面白かったな、かなり。たくさん好きって言い合おうな、ちょっと無理かもしれないかな。好きのね気持ちはねあるんだけどね、多分求められてる好きの気持ちとちょっと違うかな。
写真集や新曲の感想を話したいって、ぜひぜひ話して話をお聞きしたいですね。はい、うん、断るの草草ご飯炊いてください。そうね、ご飯はちょっとこの間炊いちゃったので少々お待ちください。23時に最終号、23時にそうだね、 NCT さんの NCT コネクトで放送があるので、そちらの方もぜひご覧ください。楽しみにして待つ、よろしくね。あー、ニューシングルの話たくさんたくさんしたいわ。あ、でもその前に写真集の話もたくさんしたいですね。あ、そうだ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 、あのBSN さんのそのひなた祭りの反省会も放送が終わったのでぜひ見てほしいんですけど、このあと19時に写真集の方のお話なんですけどね、この間モデルプレスさんで取材させていただいた内容がこのあと19時にアップされる予定ですので、そちらの方もぜひチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。私もツイッターだったりでリツイートだったりしたいなと思いますので、ぜひご覧ください。楽しみにしてくださいね。はい、あ、目覚まし時計もうすぐ締め切りです。あ、ほんと NGT48 のオフィシャルグッズ、私のボイス入り目覚まし時計、はい、予約もう少しだそうなので、まだ迷ってるよって方はぜひ、この間声入れるボイスメッセージ何にしますかみたいな、そうあって、みんながご飯炊けたよがいいって言ってたから、それ入れました、ちゃんと。はい、あとは朝起きれるように応援、一日の活力になるようなメッセージも入れましたので、ぜひ買いかなと思ってます。素晴らしい素晴らしい、ふぅぜひ起きれるかな、起きれるかな、私もそこはちょっと不安ではあるんだけど。メッセージ聞きたいからずっと寝てられそう。あ、ちょっとずっと寝てるのはやめた方がいいと思います。ご飯炊けたよってすげー、そう、なんかあげ太郎にこれはちょっと短いかもしれないって言われたんだけどどう思うって見せたら、え、何ご飯炊けたよって何みたいな言われたんですけど、でもみんながご飯炊けたよがいいって言うから、ご飯炊けたよは入れました。まだ買ってない、なんだと。買おうかな、ぜひ。ご飯炊けたよもね、もうだいぶね歴長くなってきましたから、いつまで新しく聴けるか分かりませんからね、今のうちにたくさん聴いてください。あゆ太郎とまたオセロするの、またオセロしようかな。朝はご飯派になります。私そうだね、朝はご飯派になっちゃうよね。でもパンも好きなんだよね私ね、ご飯炊けたよって言ってるのにね。新潟フレンドの名言ですね。 ありがたいことにそう言っていただけることが多くて嬉しいです。パン焼けたよーは、パン焼けたよーはやばいね。あんまりかな、パン焼けたよーも入れてください。今回そのグッズの目覚まし時計のボイスメッセージ3つまで入れれるんですけど、ご飯炊けたよが一枠入ってるので、パン焼けたよになるとあと一つしかちゃんとみんなのことを起こすようなボイスメッセージが入れれないっていうことなんですよね。それで良さそう。はい、新しい顔だよでお願いします。それはちょっと柳瀬先生に怒られちゃうかな。はい、ラーメン一丁上がりもお願いします。それはもはや何でもないのよ。
仕事帰りにアイス買ってきてね、もうぜひ。ちょっとね、だんだんね、あの意味がわからなくなってきたので違うかな違うかなって感じです。普通に起こしてほしいだよね、普通に起こしてほしいよね。私も全然あの普通に起こしたいって思ってるよ。普通に起こしたいって思ってるよ。よろしくね。普通に起こしていいかな。メンバーが日向祭りのことたくさんツイートしてるよって、えー嬉しい。ちょっと見てみようか、見てみようね。いでよツイート。あ、今回もあっという間に終わった。嬉しいね。しかしお腹がすく回だったな。あ、これ普通にファンの方のツイート見てます。プリン注文しなきゃだわ。ひなたの声に癒された、嬉しい、ありがとう。あ、BSN ラジオの BSN アプリでひなた祭り反省会、あ、アプリの方で配信されてるのか、全然詳しく知らなかったよ、ごめんなさい。あおちゃん、あおちゃんかわいい。今日もリアタイできて耳が幸せでした、嬉しいです。本日も最初から聞きやすい放送でした、順次よろしく、当時思い出しますね。ねえ、本当に。あ、ななみんもあっという間に終わってしまった。ななみん、ななみんも聞いてくれて嬉しい、ありがとうございます。やったね。優しく起こしてほしい、わかった。じゃあ目覚まし時計優しく起こすね。耳が幸せってはオタク的発言で素敵。ななみんはねちょっとね、あの 変な子なんですよね。この間もあのトントンってやってさ、こうやってさ待ってるさ、いたずらあるじゃないですか。それで振り向いたらほっぺにペンってなるやつ。それをななみんにやったんですよ。トントンってやって、あの引っかかったんですよね。そしたらすごいびっくりした顔で一瞬固まって、そこから私の指食べようとしてきて、話しちゃいました。みゆみはキャンプ場から聞いてたらしい。なんとキャンプ、キャンプしながら日向祭り聞いててくれたの、すごい有意義な日向祭りの時間じゃん。嬉しい、ありがとうみゆみゆ。みんなが実況ツイートしてもらって嬉しいね。うん、めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうね、たくさんツイートしてくれて。狂気のななみね、本当に怖かったです。なので皆さんも気をつけてください。皆さんも気をつけてください。あ、嬉しい、 MBS ラジオで日向さんを知った大阪人です、ありがとうございます。もう2年も前のお話なのにありがとうございます。何もそう、でも MBS ラジオ集まれごちゃ混ぜ俺たちやんやん、まあ、めちゃくちゃ面白かったですよ。今マッシーが出てるので今日ですね、今日よかったら夜更かしするよって方はぜひお聞きください、お願いします。はい、というわけで今日の配信はここくらいまでにしたいなと思います。見てくださって本当にありがとうございました。コメントも実況もね、あの たくさんツイートしてくださって、あのショールームの方も見てくださって本当にありがとうございます。あのコメント欄でねたくさんあのその時の感想を書いてくれたり、みんなも大忙しだったと思うんですけど、とっても嬉しかったです、ありがとうございます。あとお星様とギフトの方も本当に本当にありがとうございます、とっても嬉しいです。というわけで壇上の皆さんをお呼びしたいと思います。13位かかしさん、ありがとうございます。12位クッキーモンスター、クッキーモンスターメガネさん、ありがとうございます。11位しゅんさん、ありがとうございます。10位メガネさん、ありがとうございます。9位は、サバサンドさん、ありがとうございます。8位トンスケさん、ありがとうございます。7位ヨッシーアットチームサニーリン何リン、タヨリン、ありがとうございます。タヨリンさん、ありがとうございます。6位、カメアットサニーさん、ありがとうございます。5位ラーメン大好きさん、ありがとうございます。4位ウニオンさん、ありがとうございます。そして3位が、NGH グランシェフさん、ありがとうございます。2位エンちゃんさん、ありがとうございます。そして1位シムジュンさんでした、ありがとうございました、ありがとうございます。というわけでまた
配信でお会いしましょう。またね、バイバーイ。